餃子の皮を作りますよ。すごいですね。8等分。80作るから。多い？少なくはないと思うな、多分な。あ、僕ぐるぐるやる。何？僕ね、自転車をぐるぐるやる。ぐるぐる？はい、ぐる、あの、お団子にする。ああ、後でやってもらいますよ。じゃあ、りーちゃんはこうやるのね。これで、こう、いい？僕は丸めん、いい？あ、丸めた。お兄ちゃん、お父ちゃんのお手伝いやんないんだ。はい。何？それ怪しいさ。僕。でだ。で？これをね。うん。伸ばすんだ。そうそうそう。うん、本当は手でちぎるんだけどさ。だけどね、きっとなくなるんだよね。あ、やり方わかった。お、何か覚えた。ん？待って、これ本当は10個するんだけど。え？これ8個しかねえだろ。うん。何回切っ、あ、じゃあ7回切ったっていう。まあ、よいよい。でこ。べべべべべべこうべお粉やつぶれちゃった。丸くしてからペッてやんねん。ペッて、丸くしでで、やえ、もう一回この中ものはん、まあ待て、まあ待て、僕もさ、丸くならないのさ。問題は丸くならないのさ。ん？問題は丸くならないのさ。餃子を。うち餃子をね、餃子の皮を作るホームページを父ちゃん作りたいの。レモンで電池を作るホームページはね、今作ってないの。オッケー？はい。すごいですね。こういうとこにかけて綺麗できるんだよ、ほら。ほら。ほら。どうやって作ってんだ？こういうときに限ってね、綺麗にできちゃうから、うん、多分これはね、採用だよ、これ。ほら。そして片栗粉ちゃんとまぶしてってな。うん。くっついちゃうからね。大丈夫だね。よし。確かに、ちょっとお皿持ってきてくれ。よいしょ。お兄ちゃんが綺麗ですねって言うんだって。お兄ちゃんは手伝ってくれ。タブシ、何じゃそりゃ。何じゃそりゃ。こう？ん？あ、もう一
な。私最初に、うん、ちょっとねよく見とけ。はい。これがね、難しいんだけどね。よいしょ。こんな感じか。こんな感じか。よいしょ。こんな感じか。はい。あ、どれ？ちょっとダメダメですね。ごめんなっちゃい。口の上で手をこすって。じゃあ、5月で鬼が中国の酢。じゃん。プラスこれを入れて、さっきラー油です。